あれにしようかな。枯葉でちょっと何かいろいろちょっと動画作ってみようと思います。では、なんかリハーモニゼーションコードをちょっと変えていくっていうのをやっています。たまにある、リハモが、一回この C マイナー F7 のところを、ちょっと考えてみますね。この C マイナー F7 を F7 をここを F7 というのだけ生かすことにします。でここに2-5っていうのを形を作るとここが C マイナー F7 になります。で、このドミナント 2-5 に対して、同じ 2-5 を半音上で弾く C シャープマイナー、F シャープマイナー7、こういうリハモナイズするとこんな感じです。
のジャズの転調感がこの F シャープマイナー C シャープマイナー7 F シャープ7の時はキーが B の感じで C マイナー F7 で B フラットに戻ってくると、こういう感じのリハーモナイズでしょう。ああこうですね、ものすごく細かくやるというのもありだと思うんですけど、それはメロディーに合うかどうかっていうのが結構問題になってくる。じゃあ次同じような感じで、次ここの E フラットっていうのを、E フラット7にして、ここを生かすと、それで同じように2-5っていうのをつけると、でさっきと同じやり方、全く同じやり方をやってみると、半音上の Bm-E7、 そうするとしてすごいかっこいい、リハモのコードの付け方っていうのは何でも付けれるんですけど、メロディーに合いさえすれば。ただそれがかっこいいか、かっこよかったり、その曲に合ったりするのかどうかっていうのが問題なだけで、実際は自由に付けれるけど、まあ、そこはセンス。基本的には普通のコード進行で演奏するのが普通で、まあ、ソロピアノとかだと結構自由にやってるったり、まあ、そのアレンジをこうコードアレンジしたのをバンドでやってるっていうのもありますけど、セッションでするときはやっぱ普通のコード進行を基本的には覚えてて、まあちょっとね変えても別にそのグッと緊張感があって解決していくっていう感じでうまくいくとき、うまくもいけるんですけど、あんまり大きく変えるとごちゃってなって間違ったみたいに聞こえると思います。ちょっと一回試しで同じようにここもできるかやってみましょうか。その下の段もここの D7 を生かす Am-D7 になる、-7 フラット5でも -7 でもどっちでもいいけど、ちょっと -7 の方にしといて、半音上の2-5を同じように考えると B フラットマイナー E フラット7、ここ同じコード進行になってしまうんですね。同じになってるのがちょっと気になるので、そうですね、僕だとこの E7 をちょっと例えばなんかこの B フラットマイナーに来るドミナントの F7 にして C マイナー F7 みたいなのをここで挟むとしてやってみようかな。まあこれ何も考えずにやっていってるので、なんかさっきの E フラット7もここやっぱ2-5 2-5でいってるので、ちょっと残してた方がいいので、この1拍の中に、2拍の中に1個ずつ E フラット7入れておいて、同じようにはちょっとメロディーがきついと思うので、メロディーがここのこういうメロディーがあるので、これに合うようなコードでつけた方がいいので、まあ、この Cm-F7 も
ナチュラル系なのでグッと来ない感じとはありますけどね。やっぱりここがやっぱりあんまりそのグッと来ない感じがちょっと気になりますね。こんなもちょっと違うパターン、ちょっとやっぱりここを消してみて、この今2-5で結構リハーモナイズ、コードのリハーモナイズしてたんですけど、例えばこれ半音上から来るってしたら E フラットになって、でメロディーの音が、この音なのでメジャーセブンが合うので、メジャーセブンで、こっちは戻して B フラットマイナー、 E フラットセブンに戻して、赤ですね、 E フラットマイナー、 E フラットセブンに戻して、ここちょっと A7 で Am7 フラット5だったんですけど、7に置き換えることもできるので、7にしてみる、こうだったものがこういう感じで、これ普通によく使われるパターンですね。わからないですけど、 E7 で半音上の7でアプローチするようにするようにちょっとつけてみます。ちょっと面白いのでいろいろこう単3度のマイナー7、単3度とかのベースの動きとかにちょっとつけていくとか、単3度とか超3度、普通の進行って半音とか5度下に下がる進行が多いと思うんですよね。こうベースが半音下がったり、5度下に下がるみたいな進行が多いんですけど、3度とかって結構あんまり普通では使わないので、こういうのを結構わざとベースの動きとして今1回目は Em にしたんですけど、2回目 Em にするとか、これこっちが3度、単3度、マイナー3度のベースライン、ベース、マイナーとかはあんまり気にせずに、ベースラインだけでつけてるみたいなイメージ。これはメジャー3度。Gm-on-C とかが合いそうだなと思ったので、ちょっとここつけてみます。ちなみにこれかっこよくつけようと思ってるんじゃなくて、いろいろこういう風な、つけ方のアイデアができますよみたいな感じでやってます。7にして、これの裏コードって言って、裏コードはシャープ4度関係の7にしてみます。裏コードにする、 E フラット7、まあ
まあ、ちゃんと E フラットって書いてあればやっぱり一応ここ解決先があるっていうのはイメージがちゃんとあるんで、次はこの G フラットのところを、あ、 G フラット、 G マイナーのところを G フラットに、ここのメロディ、この音と合うハーモニーっていうだけでつけました。あんまコード進行関係なし、簡易リハモナイズ。なんかこのラの音に合う E マイナー音痴とか、G7 の感覚ですけど、これも C マイナーに向かってるっていうところから、ここも裏コードにしてみましょう。 F7 の裏コードは B7、 B7 にするとこのメロディーがシャープ11の音になるので結構かっこいい。B フラット7だと考えた時の裏コードで E7 にする。E7、 B フラット7って考えて E7。 面白くわざとしていこうと思うので、こうベース音で、なんか選んでいって、例えばこう A フラットでちょっといいかなと思ったので、A フラットでいくと、A フラット、まあ、A フラット7とか。ここもなんかこの2つの音が合うような音って言ったらなんか F7 とか合いそうだなと思ったんで F7 ちょっとわざと、ちょっとわざと変ですけどやって書いてみます。こうここ結構かっこいいコード進行なんですけど、ちょっとまあこの今日はこれをちょっと最後鳴らしてもらって、A フラット F ってきてるので、なんかこうタッこういう ベースの動きみたいなのが欲しいと思ったんで、ここを B にしてみます。もう本当は下がりたかったけど、下がるとなんか同じ音で効果的じゃなかったので B にしてみました。でそこから同じ単3度で上がっていくベースライン D7 を、でここを E フラット7っていう A7 に置き換えて裏コードの E フラット7にしたときに、まあ、それを2-5に分ける、
そしたら同じように2-5に分けた方が次も良さそうなので、 Am7D7 に分ける。この最後の解決先も今いいところなんで、 Dm、 これはなんでこれを選んだのかわからないですけど、11サウンドが良かったかなみたいな。次がタララってメロディが一応来ると想定した時に、この音がまあ合いそうなやつ、誰でもとっつきやすい曲なので、フラット7のフラットシャープ9みたいな、結構D フラット7シャープ11、これはこの音に合うハーモニーで、一応ここにドミナントするような音、半音上のセブンスでつけました。D7 だったんですけど、この E7 から解決する Am9 とかにしてみます。D7 の裏コードで Am7、 でこのメロディーに合うコード、Gm7 on D とか、ちょっとまあ、このメロディに合いそうなコードだけで探しました。ここはシャープ11になってます。なんか F のコードが上に乗ってるような感じ。E フラットの上に F が。で、ここフラット9にして、ベースを
フラット9の E フラットにするとディミニッシュみたいになるんですけど、ここも C7 に置き換えて C7 ですけど、C7+4 みたいな感じで C7+4 なんかこういう Gm9 の音 C みたいな感じでもいいですね。あんまり良くないところもあるとは思うんですけど、そこはちょっとここかな、ここが急に変わりすぎるの でこういう時はここの音をちょっと一回なしにして次がこうなってるのでここから考えてあげたり、ベースの残したまま、このサウンド感を生かすと B フラットマイナーオン E、B フラットマイナー7オン E、そうすると。サウンドのとこのサウンドがそのハーモニー的に同じようなサウンド感を持ってるので、つながりがパッと急にチェンジしたような感じでかっこいいですね。 OK、 まあ本当はもともとはこのメロディーだけコードなしでメロディーだけに対してもうなんか理由とかを決めずに探していくハーモニーをハーモニーの理解が深まったり、そのオリジナリティが出たり、いろいろそのいろんな意味でメリットがあるかなっていう動画を撮ろうと思ったんですけど、なぜか始まってみたらリハモンをする動画になってしました。はい。まあでもこれはまあもうこの一部で全然いろいろもう何でもありとは思うんですけど、まあこういうのをアレンジにしてやると面白いと思います。じゃあ最後にこれで。弾いて終わりにしようかな。Thank you.
はい、ありがとうございました。